グリフォンヒッポグリフグリフォン、グリフィン、グライフ、グリュプスは、ワシの翼と上半身、ライオンの下半身を持つ、伝説上の生物。日本では、ワシ獅子と訳されることもあるが、ト導読みのため、修士士と呼んだ方が良い。語源はギリシア語のグリュプス、曲がったくちばしの意味。古くから多くの物語に登場しており、伝説の生物としての歴史は古い。イラン神話では、 和紙自身を意味するシェアードルという名で登場し、紀元前3000年期初期頃の数佐製シリンダーの封印にも見られる。その後も古代イラン芸術、古代ギリシャ芸術や、その後の中世の紋章など多くの芸術でモチーフとされている。15世紀以降の紋章学では似たような動物としてアルセやキーターングと呼ばれ、縦の横で二王立ちしている。 セグリアントとして描写されている。ワシの部分は金色で、ライオンの部分は、キリストの人生を表した白であるとも言う。コーカサス山中に住み、鋭い針詰めで、牛や馬をまとめてスートを掴んで飛べたという。文章学では、グリフォンは黄金を発見し守るという言い伝えから、知識を象徴する図像として用いられ、また、鳥の王、獣の王が合体しているため、 王家の象徴としてももてはやされた。グリフォンとメス馬の間に生まれた鷹の上半身に馬のして半身を持つ生物はヒッポグリフと呼ばれる。多くの描写では足は鳥のような鍵詰爪であるが古い絵ではライオンの前足のものもある。紋章学ではこれにラクダのような長い首と尻尾を持つものをオプイニカスと呼ぶ。グリフォンには重要な役目が二つある。 一つは、ゼウスやアポローン等の天井の神々の車を引くことであるが、ギリシア神話の女神、ネメシスの車を引くグリフォンは、他のグリフォンと違い体も翼も漆黒である。馬を目の敵にしており、馬を食うと言われるが、これは同じ戦車を引く役目を持つ馬をライバル視しているためである。そこから不可能なことを表すのに、グリフォンと馬を交配させるようなものという言葉が生まれたが、 それをヒントに生み出されたのが前述のヒッポグリフである。二つ目は黄金を守る、あるいはディオニューソスのクラテールを守ることとされる。自身が守る黄金を求める人間を引き裂くと言われている。その地は北方のヒュペルボレオイ人の国とありますポイ人の地の国にあるディーパイオース山脈とされるが、エチオピア、インドの砂漠などの遺設もある。グリフォンは 様々な文章や衣装に利用されている。前述のようにヘロドトスは歴史の中で翼のある怪物としてグリフォンに触れ、プリニウスは博物史の中ですでに伝説の生物として語っている。14世紀には架空の人物であるジョンマンデビルによって書かれたとされる旅行記によって詳細な描写がなされた。また、ヨーロッパ中世においては動物物語衆等では 悪魔として表されたものの、多くは、キリストの象徴とされ、神学者のセビーリアのイシドールスも、語源でその立場を取る。ダンテが、キリストの人生を、グリフォンの部位の色に表したと、ディドロンによって解釈されるのは、新曲、浄化編、第29曲での、外戦者を弾く場面である。中世の伝承において、スティーブン・フライヤー、S. ニュー・ディクショナリー・オブ・ヘレルドリーによれば、爪は、 医療効果を持ち、羽も失明を治すと信じられていた。中世ヨーロッパの宮廷では、グリフォンの爪やグリフォンの卵で作られたコブレットが、新調された。現代では、エンターテインメントやフィクション作品の中に見られるようになり、ナルニア国物語では、ナルニアの兵士として登場し、ハリー・ポッターシリーズでは、主人公の所属する寮であるグリフィンドールなどの名前、 および文章に使用されている。ありがとうございます。